どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。で今回なんですけども、6月の9日から10日にかけてまたニュースワイヤー公式が一つのアップデート情報を更新しました。で今回なんですけど、これ対象となるのが、まあおそらくこれ次世代機限定になるのかなと。で GTA プラスのメンバー限定になるようなので、まあ全機種でない可能性あるよということで、じゃあどんなものが追加されるのかということなんですけれども、まあまず映像の方をねちょっとね、見ていきたいなと思います。まず映像ではなんかすごいギラギラしたところで車、なんかおしゃれな感じの車ありますね。でこれハオスペシャルワークスアップグレードなのか、それ以外の乗り物もあるのかっていう感じですけど、ワインウッドカークラブというふうに映ってますね。こういった感じで新しいカークラブショップなのかなが、来るようですね。おー、 GTA プラス限定メンバー全員利用可能ということで、6月13日 GTA プラス限定ですね。課金している人のみとなります。ではどんな風に変わるのか、まあ、ここは PS4 とか Xbox One とか PC 版の方は対象ではなくなりますので、まあ、興味ある方はちょっとね見てみてください。 PS5 と Xbox シリーズの課金しているメンバーさんだけですね。間違っても PS プラスとは別物なので注意してください。まずロスサントスに GTA プラスメンバー限定のプレミアムサービス、バインウッドカークラブと、バインウッドカークラブがバインウッドクラブの会員制の場の第1弾として登場。バインウッドの栄光の日々を洗練された魅力を現代のブランド力として賢く再利用し、世界中の名を轟かせましょうということで、次世代機の GTA プラス限定で上流階級限定の集まりに入会許可されるというバインウッドクラブ、まあ、お金持ちのクラブってことですね。集まりですね。そこにエリート連中と交流のほか、その増えつつ顧客は、これどうなるんですかね。これ GTA プラスの人はここに加入して、なんかこの建物入るかもしれないけど、普通に GTA プラス加入してないプレイヤーさんはどうなるのかってところですね。入れないなのか、覗くことはできるのか、どうなんでしょうね。で、最初の特典は6月13日から利用可能になり、バインウッドカークラブへの全アクセスをはじめ、クラブメンバーが厳選された乗り物を試乗できるほか、まあおそらくここに映ってるような車両ですかね。ハオスペシャルワークス対応の車両が出てる感じですけどね。で、さらにですね、現在地は要請できたり、フリーモード中に使用したり、20% を超える特別割引価格で購入したりできますと。カークラブにある車両は使うこともできるよ。フリーモードで使用することもできるよ。要請することもできるよ。さらに 20% 引きで買うこともできるよと。で、メンバーは無料の GTA プラスの乗り物をバインウッドカークラブ内で眺め、その場で直接受け取ることができます。 GTA プラスメンバーの人はここのカークラブの中で展示されているこの奥ですね、奥の方でオレンジの車両とか映ってますけど、こういう感じで展示されているのが無料でゲットできるという特典だっていうのが分かりやすくなるってところですかね。へー、すごいの来たな。これプラス限定にしちゃうところもね、かなり強気ですけど、どうなんでしょうね、これで増えるのかどうか。まあ実際にアップデート来てみて、この内容が本当に良ければ GTA プラスっていうのは加入した方がいいかもしれないし、そうでもなかったらちょっと検討してみるっていうのでもいいかなと思います。エリシアン島に位置する、工業倉庫のドア、あ、これエリシアン島なんですね。南の方ってことですね。で、バインウッドカークラブガレージ姿を現します。メンバーもそうでない方も、車が展示されているよというところですね。 GTA プラスのメンバーの方は定期的に入れ替わるバインウッドカークラブの厳選乗り物をフリーモード中に行っても呼べるよ。さっき言ってたやつですね。アクションメニューから選んだ乗り物を現在地へ要請することもできますと。なるほど。まあプラスの特典がちょっと増えるよ、そして新しい建物があるよ、そこにアクセスできるのは GTA プラス限定ですよ、
で GTA プラスの限定の無料の特典の車両も飾られますよということで、月額660円ぐらいだったかなのサービスとなりますので、まあ、一応ねアップデート、これも配信されるということで GTA プラス加入しているアカウントではこちらの方も、チェックしてみたいと思います。まあ、今のところは一つの建物とちょっと特別な限定なアクセスっていうぐらいでめちゃくちゃレアな車とかね出るんであればまあお得かもしれないですけど今んとこはちょっと様子見かなっていうところでしょうかね。まあ皆さんの意見ぜひ、コメントの方よろしくお願いします。そしてこれはね、全機種ではありません。ここねアップデート自体は全機種に来るんですけどこのバインウッドクラブに関してはGTA プラスに加入している次世代機限定になりますので、その辺だけ、注意してください。というわけで今回は、突如発表された6月9日から10日にかけての GTA プラス限定バインウッドカークラブについてでした。ちょっとなんか珍しい車両あるかな。これちょっと見た感じだとボディーペイントっていうかカラーは、どうでしょうね。GTA プラスっていうのはね、カメレオンペイントがね、徐々にね、普通のプレイヤーさんとは違うボディーペイントっていうか、ペイントか、普通のカメレオンのペイントが解除されたりとかしてるんですけど、ちょっと珍しい車両は今んとこないのかな。やたらカメレオンペイントを装備してるの多いですね。まあ、サイファーはホイールが白いやつとかは結構ね、頻繁に売られたりするし、まあそんなところかな。特に珍しいものはまあ今んとこはないかなというところでしょうかねですね。というわけで、今現在アップデートが、木曜日に配信されて初心者向けのお金稼ぎが報酬3倍とかになってます。現時点でも VIP 契約を報酬2倍継続している人はいるかもしれません。でアベンジャーのこのボディペイントですね、これは6月の13日の、アップデートが配信されてしまったらこれ受け取れなくなっちゃいますので、ずーっとつけっぱなしにしていて VIP 契約2倍予報ねずーっとやってる人は一度ね、火曜日のね、まあ5時前に1回再起動してログインしてこのボディペイントはもらっといた方がいいかなっていうところですかね。というわけで、次のライブはおそらく6月13日17時頃になってますので全機種で来るアップデート皆さんで楽しみましょう。というわけで、最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。